私がトライアドやるって決めた時、賛成してくれた。あの言葉も笑顔も嘘だったの。嘘じゃないです。私、本当に。信じられない。今の、あんた見てると。何でも言ってよ、シマム。私、本当に頑張ろうって思っただけです。私、本当に、もう一度頑張ろうって。笑顔だって普通に。私、笑顔じゃないですか？あれ、でも私、舞踏会に向けて、頑張って。みんなみたいに、キラキラしなきゃ。歌とかお芝居とか、ダンスとかいろいろ、みんな何か見つけてて。頑張ったんです！私、レッスン大好きだし、頑張ってったら、もっともっとレッスンしたら、でも、ちっともわからなくて、私の中のキラキラするもの、なんだかわからなくて、このままだったらどうしよう。もし、このまま時間が来ちゃったら、怖いよ。もし、私だけ何にも見つからなかったら、どうしよう。怖いよ。プロデューサーさんは、私のいいところは笑顔だって。だけど、笑顔なんて、笑うなんて誰でもできるもん。何にもない。私には何にも。シマム。誰でもできるなんて言わないでよ。踏み出したんだよ。自分も輝けるかもって。あの時のうずきの笑顔が、キラキラで眩しかったから。あの笑顔があったから、私。シマム、前にさ、私が逃げちゃった時もずっと待っててくれたじゃん。なんかね、安心してた。シマム、どんな時も笑って頑張りますって言ってくれるって。そんなわけないよね。ごめんね、気づけなくて。私たちさ、もう一回友達になろうよ。